チャンスね、次のステップ進みたいの。
なんですか、皆さんにまたちょっと一生懸命盛り上がってっていうか手拍子してくださってっていう、ちょっと歌いやすかったです。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。じゃあここで少し私たちの紹介をさせてください。私たちはアクターズスクール広島の代表ユニット、そしてサッカー J1 リーグサンフレッチェ広島の公式応援団サンフレッチェレディースとしても4年間活動させていただきました。はい、そしてそして今年2018年のサンフレッチェレディースにも就任させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今年もより一層一丸となってみんなで応援しましょう。応援しましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、ところで皆さんサンチェって知ってますか？サンチェ知ってる人、結構言いますね。そう、サンチェは J リーグサンフレッチェ広島の公式マスコットキャラクターの可愛いクマでね、キャラクターなんですけど、そのサンチェ体操っていうのを私たちハーフタイムでやらせてもらってるんですけど、そのサンチェ体操を皆さんと一緒に、レクチャーをしながら一緒に踊りたいなって思うんですけど、皆さん一緒に踊ってくれますか？ありがとうございます。じゃあちょっとレクチャーからしていきましょうかね。はい、はい、今年初のレクチャーいきます。はい、まず私が最初に1、2、3、あれ違うな、最初はせーのだった、間違えた、ごめんなさい。もう一回いきます。最初に私がせーのってやったら1、2、3、フレッチで弓矢のポーズをしてください。そうそうそう、ありがとうございます。次は次膝肩でバンザーイで、ここでクマ、これサンチェのポーズね。サンチェのポーズになって、次は右に1回2回、もう1回膝肩バンザーイクマ、次左に1回2回、もう1回膝肩バンザーイでクマ、次前にゴーゴー、そうそうそう、右にユーミーや左にユーミーや、1、2、3、はい、ここまでです。結構簡単じゃろね、できるよね、みんなもね、できるできる、そう、だからお子さんもねやってくれとるけど、ありがとうございます。一緒に踊ってください。じゃあここまで曲付きでレクチャーしていきたいと思います。一緒に踊って